ないぞ。海外の反応、バブアメタリス。今回の予約枠は、サヤがベビーメタルに戻ってくるかもしれない、です。それでは、どうぞ。コバ11、サヤが、また利用可能になったぞ。藤平香乃が、アットワンファイブで、忙しく、サヤシサトホが、ヴァンパイアに関するミュージカルをやってて、琴乃が、アイアンバニーで仕事をしてる。虎姫が終了して、最近、サヤは、ツイッターとインスタのアカウントを開設し、新しいことをする準備ができてると言ってる。今は、岡崎桃子しかやってないアベンジャーズに、サヤを加えるってのは、理にかなってる。どうなるかわからんぞ。またベビーメタルのステージでサヤを見れるかもしれない。サヤのインスタ、https://www.instagram.com/sya019javi725。ステージ上でサヤが数にやったいたずらが、彼女のチャンスを台無しにしちゃったんじゃないかな。クイーンは、面白がってるようには見えなかった。コバ11、日本のアーティストの厳しい世界では考えられない。もっと詳しく教えてくれ。ジャミ725、ローの時、スーハサヤに旗を渡して、サヤがマイクを手渡してくれるのを待ってたんだ。でもサヤは、ふざけてマイクを引いたんだ。スーハサヤに死の睨みをかましてた。それが、どのショーだかは忘れちゃったけど、誰かが覚えてると思う。君のために探してみるけど、俺のノートパソコンのスクリーンは、ぶっ壊れてて、テキストしか見れないんだ。ガブリエルザム1999、何のいたずら。そんなの記憶にない。フィモンガート、かわいそうなスメタルが、今後はもうあとサヤに釣りをされてる。海外の反応。ジャミ725、ありがとう。みんな俺を信じてなかったんだ。コバ11、うん、はっきりさせてくれてありがとう。とにかく、俺はステージでのサヤを、ほとんど忘れてたことを認めなければならない。でもそのビデオは、もう後の相性を示してるように見える。俺の記憶が正しいなら、サヤは、ダークナイトカーニバルでユイの代わりだったから、どうなるかは誰にもわからん。ジャミ725、サヤは素晴らしかったし、俺は戻ってきてほしい。あと、相性が良さそうに見えたってのには同意する。俺が当時考えてたことは、アミューズが、ベビーメタルでサヤがどれだけ、うまくやったかに基づいて、劇場の仕事を与えたってことだった。もしコバが当時、彼女を入れることを望んでたら、そうなってるよ。ただの推測だけど、サヤはあまりにも、頻繁に自分の範疇を超えて、それは、氷山の一角に過ぎなかったんじゃないかと思うけど、ドフブックだ。ATG メタル、ダークナイトカーニバル。2018年の5つのショーで、ダークナイトカーニバル、幕張メッセ、神戸は、ユイのポジションは琴乃だったよ。サヤがユイのポジションだったのは、オーストラリアだ。スニッチ、みんな俺を信じてなかったんだ。いや、その、ビデオは、が、たまたまサヤに手を伸ばしたけど、マイクを持ってたのはもう、あだったように見える。俺には、いたずらのようには見えん。スーが混乱してただけだ。ディーパッピーをポイル、スーの顔は、いつもの笑顔と比較して、イライラしてるように見える。でもそれより、サヤがマイクを引いたようには見えなかった。スーが怒ってたのは、風だったんじゃないかな。特にローには、旗があるし。スニッチ、そのビデオでのスーハ、完全に普通に見えるぞ。怒ってるようには全く見えない。あと、そのビデオはマジでビットレートが低いから。顔なんてほとんど確認できないよ。 W パッピー、おっぽいる。まあ真剣な顔をしてるのかもしれないな。最近翻訳されたインタビューで、ローみたいな曲ですが観客をどう引き込もうとするかに関して話してたし。ウルフィーメタル、俺にはいたずらのようには見えん。だが、サヤはマイクを持ってさえいない。スーハスーってだけだ。XD、モービニエン。モアがそれをしたことは知ってるけど、モ、ア、以外がやってるのを一度も見たことない。コバ11、ちなみに、サヤは、TikTok のアカウントも作った。最初に、彼女がやってる、ハンドサインに気づいたか。https://www.tiktok.com/saya0109。ビデオ 694K9121兆7231億2404万3009? is copy url イコール1 and is from web app イコール v1 ギア633それがセイヤメトルなわけがない。だって眉毛があるじゃん。キコジー、それがアベンジャーズシステムの長所だろ。モモコ一人状態からしばらく経ったけど、次のショーでは3人目のポジションが誰の可能性もあるし、誰も文句を言ったり失望したりする権利はない。個人的にダークナイトカーニバル以外に、
彼女のパフォーマンスを見る機会がなかったから、彼女がアベンジャーズに加わって別に嫌じゃない。じゃあ、だね。最初、俺は3人目の正式メンバーを望んでた。でもアベンジャーズのコンセプトの方が今は気に入ってさえいる。無毒、ないね。アベンジャーズは明らかに3人の中から、1人選ばれるという定義だった。もし、桃子、花野、里穂以外の誰かを入れるつもりなら、伝承を変えなければならない。組うだめとる、一度もその3人が誰なのか言ったことないでしょ。3人の勇敢なアベンジャーズから選ばれると言っただけだ。伝承に何の影響も与えず、3人を変えることができるんだよ。無毒、もしその3人以上を望んでたら、そもそも3人と指定してないでしょ。ガイセリック222。個人的には、彼女たちを置き換えることは計画してないと思う。花野と里穂の離脱は、前もて決まってたわけじゃないし、まだ誰も紹介されてないしね。ランディ・ジョーンズ Q、もう二度と、俺たちが花野を目にすることがないってのを示唆する、ものなんてあったとは思わない。ガイセリック222。花野は、日本以外で使えないから、そんなに重要じゃない。いつだって里穂と、桃子だった。スパトメトル、俺は別に鞘で構わない。彼女もファンタスティックな仕事をしたしね。狐様、コバ、ス、モアが次のショーのためにどんな決定をしようとも、俺は正しい選択をしてくれると信じてる。話がずれるけど、ワンファイブって日本ではどうなの？興味あるんだよね。コバ11、なんとも言えん。でも、コロナがみんなにとって厳しいものなら、今から、シマヨーってグループにとっては、特に厳しいと思うね。いずれにせよ、大きな賞賛を得るには、まだ時間が必要だ。一生懸命やって、少しずつ知名度を上げなければならない。スパトメトル、ありがとう。マケイポーのアベンジャーズカノが、メタルを得る。サトホが、メタルを得る。でも、モモコはそうじゃない。あと、サヤと同じくらいベビーメタルでやったことのは、メタルじゃなくて、サンだ。彼女はベビーメタルで一度もやったことがない田口花と同じ、サンだ。伝承の一貫性0点。M3 ラディクバニー、それは最高だろうね。サヤはマシンだ。リアクタークリティコル、完璧だから、サヤをベビーメタルの正式メンバーにしてくれ。まだトリオじゃなければ同じではないんだ。アベンジャーズは、クールだったけど、ユイの代役が変わり続けるのは、まだ正しいことのようには感じない。もうユイを置き換えなよ。BS2部70、ユイを戻すか、置き換えるかだ。3年経ったし、目を覚ますには、良い頃だ。A ゴールデンフロック、なんで、桃子がいるのに、サヤを、正式メンバーにするんだ。サヤは2018年以降、一緒にやってたか。リアクタークリティコル、ぶっちゃけ、俺は誰でもいい。誰かを選んでくれ。ユーザーゼロ、俺は、里穂の方が好きだったけど、桃子を3人目のメンバーにしてくれ。今日はここまでにしとく。の、への。